アルノルト・シュリックはドイツルネサンス音楽の作曲家。生涯に関する記録に乏しいがハイデルベルク地方の出身者であったらしい。盲目のオルガニストとして著名であった。1486年にフランクフルトにてマクシミリアン一世の就任式で演奏したことが知られており、1490年から1491年までフランドルに渡った。おそらくは ハイデルベルク地方で猛威を振るったセンペストから避難するためだったらしい。1490年代にストラスブールやオルムスを訪れ、それから10年の間オルガン建造の鑑定士として非常に重宝がられた。1516年からフランクフルトやトルガウで王公貴族の宮廷オルガニストを歴任する。 1520年には、アーヘンにて神聖ローマ皇帝カール五世の大冠式でも演奏した。シュリックについて現存する最後の記録は1521年の、もので、ハーゲナウで心臓されたオルガンの検査をしていたようで、ある。それ以降の消息については知られていない。シュリックは、著書、オルガン職人とオルガン奏者の感を残している。これはドイツ語で書かれた、 最初のオルガン関連の論文である。重症からなり、パイプの長さや形、不意語や送風機の組み立て方、夜勤について研究されている。その上、音律についても論述され、設置に最も適したオルガンの据え付け場所についても助言されている。シュリックの作品は、オルガン曲のほかリュート曲や四世のための重症曲がある。紛失してしまったが、 ミサ曲も作曲した。いくつかの作品は当時としては進歩的で、とりわけ4世のためのサルベレジナは、後年のスウェーディンクの大砲様式の前触れである。若干のオルガン曲は、アシケンバンパートが四国入念に書かれており、その複雑なことといえば、17世紀になるまで二度と見られないようなものだった。シュリックは、ドイツ音楽史における初期オルガン楽派の一員として、 最も重要である。引く手あまたのオルガン鑑定人であったが、盲人であったために、自分が関係したオルガン工事に鑑定士として、数多く参加できたわけではなかった。主力は、新しいオルガンを試し、各地で演奏し、他の作曲家にも影響力を持っていた。コラール由来の低旋率を中心としたポリフォニーの織りなし方は、後年のコラール前奏曲の発展の先駆けとなっている。 シュリックはバッハにおいて高みを極めた長期間に及んだドイツオルガン学派の草分けであると言ってよい。ありがとうございます。